みんなさんこんにちは。今日は特定技能外食業、言葉単語勉強しましょう。我慢とは、体が苦しくても痛くても嫌なことなどがあって心が苦しくてもいつも通りでいること。苦しかったり痛かったりしても泣いたり叫んだり休んだりしないこと。人に相談したり医者に行ったりしないこと。幼齢お腹が痛かったが我慢して仕事を続けた。幼齢寂しかったが我慢した。ここまで以上です。今日もありがとうございます。みんなさん頑張ってください。